ずっと毎日病院に来てくれてた大輔さん、一言。はい。まあ彼もこう言ってますけど、もうこれが十分だと思います。完璧マラソンがありまして、ちょうど1年9ヶ月ぐらい前になりますね。その時に僕らも参加してて、前夜祭で12キロウォーキングというのがあって、その時にどん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 僕はゴールで待ってたんですよ。ゴールに入られる一般の参加者の方が、花ちゃんにしんどそうに歩いてる、しんどそうに歩いてるということを言われるんで、ええって思ってたのね。何回もマラソンフルコース走ってるもんで、でしんどいわーと思って、ゴール帰ってきて、でその日はまあ家に帰って、まあ年取ったのかなぐらいの会話で終わって、3日ぐらいほどしてから、やっぱり年取ったな、3日ほどしてから腰の張りとか疲れが出だしたわ、あんた張りとか、まあ、さっきちょっと連れて行ってくれへんって女房から言われた時に、いや僕は病院でいっぺんお前がそんなこと言うのはちょっと目指しんで、レントゲン写真撮ってもらおうということで、いつもの夢のレントゲン写真、まあ病院でレントゲン写真撮ってもらったんです。その時に僕は聞き漏らしたんですけど、奈良医科大の整形外科の先生が、あれな、どういうのかな、主張というのが、そこの病院で整形外科の主治医をやっておられたんです。たまたまその先生に見てもらって、写真の判定の結果、僕は聞こえなかったんですね。で嫁に、余命6ヶ月です。そっからのスタートでした。これは後で女房から聞いた言葉ですけど、女房はもうその時にもう腹はもうくくったそうなんです。はい。で今はこういう状況で、紆余曲折で、最初はそのいろんな自分たちも雑学を持ってるもんですから、がんの治療か、姿形が変わるんじゃないの、芸人やってるもんですから髪の毛も変わるし、ガリガリになるし、どうしたらいいもんかなということで、大阪の通院できるがんセンター紹介してもらったんですけど、迷ってる間が5ヶ月あったんです。でどん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 動けなくなって、腫瘍が、まあ今先生の結果を聞けば、体中に腫瘍ができてる、神経が麻痺してる、だから僕らはトイレも行けなくなってくるし、娘と二人でまたお手伝いさんとかでもトイレ行かす、そのたんびにあっちの骨がボキ、こっちの骨がボキと折り取ったんですね。それは僕らは分からない。本人も腫瘍で神経麻痺させてるもんですから、痛みというのが感じられなかったんですね。もう本当にあの素人の対処だったんです。はい、プロが誰もいない。そういうところでも僕も毎日のように女房の体をマッサージをしてましたけども、これがちょっと曲がらへん言うたら、ここのところも10センチぐらいに腫瘍ができてるわけですよ。それがもうボコッと出てたら分かるんですけど、分からないし、ただ異常が発覚したのが、眼球がどん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 、右の方がどん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 飛び出してきたのがものすごく怖かったですね。女房の顔形が変わっていくもんですから、眼球がね、眼球の後ろに腫瘍ができたもんだけど、目ん玉をこう押し出すんですよ。となっていって、ほんで右足左足もどん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 巻きしていくんで、ほんで天野先生にたまたま電話番号を僕持ってたんで、ショートメールで、先生実はこうです、バカかーって怒られて、すぐにもう連れてきなさいということで、ほんでもう大当てで、まあみんなで寄ってたかって、もう車乗せるのももうほとんどもう大変な状態から、ほんで奈良の病院に着いた時に、先生からもう下半身不随はもう大ちゃん覚悟しといてなっていうことを言われた。うん、その時にはもう漫才がどうのことかいうよりは、もう女房の余命をどれぐらいして伸ばしてやろうかな、ほんで6ヶ月という言葉がまだ耳にありましたんで、僕も半分以上は腹くくっとったし、そういう中で
抗がん剤治療がまた他の病気は知りません。この病気に関しては薬も新しいのが作られて、絶対に信用してください、医者をもうちょっと信用してくださいということを言われていった時に、もうどんどんその効果が出てきて、顔も形もぐーっと元に戻っていきますしね。そういう中で足がこうと動かし出して、それでリハビリの先生とか安室先生らがこれはいうことになって、普段は今までの治療の中ではそういうことっていうのはもう復活することはないらしいんですよ。それがもうどんどん戻ってきつつあるんで、お医者さんも本当にアンビリバルが始まって、ちょっと難しいの。いや本当に信じられないことが起きだして、んでまあそういう中で、まあ女房が今は復帰に向けてのリハビリで我が家に戻って動けばもっともっと元気になるし、でだからベッドから立ったり座ったりトイレ行けたり、自分一人でも自力で今動ける社会復帰の今リハビリの今段階で今続行中で、非一日と良くなっていってます。ただ本当にあの車椅子も1時間も2時間もまだ乗ったことがないし、初めての外出なんで、まあそういうのでどこまで体力持つかなと思って心配してましたけど、本当にお医者さんもそうですけど、もうたくさんの人、九州、四国、広島、鳥取、大阪、奈良、はい、東京、横浜、はい、もういろんなところから女房にいい思いを送ってもらってます。はい、だからそういう思いもみんな込めて女房の体の中入ってるんで、これから大助花子のビジョンはって言われた時に、はい、僕は女房にここに来る時に昨日からずっとプレッシャーかかってたんですけど、大助花子の、はい、あんた余命6ヶ月、うん、そこから今ここに座ってます。はい、It's your time と僕言いました。ない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 。だからみんな私と喋ってたりとか、うちの弟子ですら3日前に本当は私こんな病気やったんやでって言ったぐらいなんですよ。で会社の師匠方にも、文治師匠やおさむさんやのりおさんにも鶴瓶さんにも3日ぐらい前に実はこうだったんですって電話で喋ってても、みんな分からへん分からへん、一体何話じゃ何言ってるか分からへん、入院しててってなったんですけど、会社の人間こんな吉本喋りがいてる中で誰も知らんかった。大概誰かが聞いてたで、花ちゃんとかあるのに全く知らんかった。社員さんもほとんど知らんかったらしいです。我が横に来て看護してくれてる弟子も全く知らない。で病院側も看護師さんも、あごめんねそこで付き人来てるけど病気知らんから言ったら、看護師さんも絶対その病気の話とかしない、明日治療ですとその言葉も言わなかった。だから治療終わっても変に元気でしたので、最初のね治療始まったら戻したりとかいろいろあるらしいんです。副作用っていうのは抗がん剤のきつさがそんなにまで上がったわけじゃなかったのか、なんか最初は副作用のこうホームセンターで最初は私も本当に全然わからない状態でしたので、娘と先生のやり取りで書かなきゃいけません、治療するときに治療託書なんかでね、あれもうちの娘がしてたんですよ。だから私はどんな治療をやってどんな副作用が出るかわからない、最初は最初の点滴の治療も12時間かかりました、でも全然咳するわけでもなく戻すわけでもなくジンマシンが出るわけでもなく、どうですかって10分おきに聞かれるんですけど、あ大丈夫大丈夫ですよ、もう看護師さんもみんなびっくりしてはりました。で今まで患者さんでもう大概もう治療始まったらふにゃってなった、すごい元気や。だからこれからのビジョンは
まだ早かった前の自分だけでやったのやり終わったように水飲んでそこがおかしいじゃあ今日は先生ぴったりでよかった毎日ねちょっと補足医学的なところで、はい、先ほど大輔さんのお話のことで補足させてもらいたいんですけども、うん、その余命犯として最初に整形の先生が言い合ったのは、が、うんの転移と考えはったんですよ、ね、その組織を取ってませんでしたので、うん、どっかにがんができてて、脊髄に転移してたら余命犯としてじゃないかということで、そういうご説明をされたんです。実はまあ血液の病気で、多発性骨髄、血細胞症というものでしたので、まあ、その2箇所しか病変ありませんでしたので、うん、その時点では決して余命犯ということではなかった。そういうことなんですか。そうなんですよ。何でも横でぼーっとしてたから、はい、だからそれはちょっと誤解のないようにご説明させていただきます。最初もしも背中に来るということはがんの転移であれば内臓から来るって最後は背中っていうのがあるから精密検査を奈良の方に行って受けてください。そういうことだ。その前ね今気づかれてますよその時は、ね、私ほんまに言われたらちょっとつぶやかはっただけですね。見たもんか。そしたらよそ見してたから、ああよかったと聞かれてたらまた怖いなと。そうなんです。で、まあ、血液のがんというのは他のがんと比べると化学療法が実はすごく反応しやすいがんですので、まあ、そのお薬によって、まあ、その腫瘍が消えるということも十分あり得るなんですので、まあ、そこは違いですね。ただその5ヶ月間治療放置されてて来られた時の時点というのは本当にもうこれその時点本当に余命半年あるかないかというふうにその時点では考えられるような状況じゃないかとは思います。いつも思いました、はい、大好きで病院入った時も全くも意識不明状態で来たのでちょっと仕事次の日金井さんが古文史という襲名のあれ行く予定だったので関東に行ってたでももう動かれへんとなってそこから車で弟子が迎えに来てそのまま奈良に行った時8時間以上かかったんですよね車で。もうその時はもうトイレもできない何もできない状態で朦朧としてて今日も来ながら言ったんですけど病院に着いた時に鼻くしを頭取ったからね鼻くしをもうちょっとつきますよ着いた時に鼻くしをつきましたよ言った時に生きててよかったなと思います。でも意識はなかったです。もう気がついたらもうなんか病室にいてました。で毎日大生君がカーテンをパッと開けるたびに行けとかなかった行けとかなかったと思いました。だから晩寝るのが怖かったですね。次行った時に行けとかな行けとかなもしこの状態で次の日にパッと開けた時にってなったらあかんから絶対それは思ってました。今回記者会見をやろうと思ったのはどういうきっかけだった先生と会議でお話ししてる。いや多分退院とか復帰というのはまだまだやしでもみんながどないなってんのやろうっていうのはあったしでお弟子さんとか今ずっと横で看病してる子にいつか言わなあかんなと思ってたんですよ。で師匠方にも代わりに代演で劇場や仕事全部行ってくださってるのでいつか言わなあかんなと思っててもうこれは言わなあかんと思ったんです。そして今日会見するからその前にお知らせしますということで2日3日ぐらい前から師匠方とかにお電話させてもらいました。もうでも西川のりさんから大丈夫やないか俺らはな戦友や共に戦っていくんや大丈夫やお兄さんとすいません相方の吉尾さんにも言ってもらえますか当たり前俺喋りやねんって相方どころかみんなに言いふらすわ多分他の人に伝わったのはのりおさんからだと思います。でも会社はすごいな誰も言わんかったって、はい、今回本当に病院側も会社側も全部最初からずっともんな、うん、いやもうどこで何が起こるか分からん状態だったんで、うん、だから最初に発表しなかったそこなんです。もし最初に発表して結果悪い結果を皆さんに報告するわけにいかへんからとりあえず自分の体で助かるでというのがあるのでそこの戦いはありました。先生これ僕本当にもう、まあ、正直言いますけど本当に今復帰に向けて女房がこういう状態でおってくれますけど、うん、この病気というのは先生今はこういう治療で皆さん
頑張れるですか。そうですね、はい、今回その最初に5ヶ月間治療を受けられなかったというところは、まあ、おそらくね、作用ですね、がんの副作用とか病院で詳しく説明聞きはるとですね、やっぱ患者さんというのはその悪い方に意識がいっちゃうんですね。副作用、悪いことだけが頭に残ってしまって、もちろん副作用よりも治療効果が高いのでお薬を使っているんですけれども、その治るという薬の効果というより副作用でこんだけしんどいことが起こりますよというのを聞いたときに、そっちが頭に残っちゃうやるみたいな、で、花子さんの場合も多分それが非常に頭に残ってしまって、やっぱり病院に行くことで逆にしんどくなるとか恐怖感みたいなのが生えたのではないのかなと僕は推測してるんですけど、それで5ヶ月間やっぱり病院の分離がつかなかったみたいな、だからもう本当に遅れちゃったというところはあるんですが、まあそのような経験というのをやはりその今回得られて、本当にね、ここからした感覚ない人間がですね、感覚元に戻って足動き出すって、そんなことを経験する人ってあまりおられないと思うんですよ、ね、すごい体験をされているわけですから、まあ、そういった経験で、まあ、やはり病院、僕が今回出てきたのはですね、そういうことを自分の口から話したいと言われたんですよね。病気っていうのはやはりちゃんとこう治療、今の治療をちゃんときっちり受けていただいて、どうなるか分からないですけど、少なくとも今の医療っていうのは最善を尽くしてやってる治療だと思いますので、まあ、そういった治療作用もあると思うんですが、きっちり治療を受けていただいて、やっていけば、最良の方向に向かうんではないかなと、まあ、考えているわけです。で、今回まあうまいこと治療が経過受けてはるわけなんですけども、これはどうなったか分からないんですよ。正直は分からないんですけども、その5ヶ月間という期間の間にお仕事もされてたわけですし、いろんなことがあったと思うんですけれども、そのことを僕はやっぱ無駄にはしてほしくないですし、花子さんがそういう経験をされたことで、まあ、ちゃんと治療を皆さんがきっちり受けていただいて治療ができるような状況ということを、やはり同じようなことをされないようにということを私の口から言いたんやと言われたりして、それでまあこういうふうに公表することになります。で、その発表のタイミングがなぜ今になったのかというのは、僕は聞いたところでは、私は漫才師なんですって。私は漫才師なんで、みんなが笑えない状況で言いたくないんですと言われました。笑える状況になってから病名を言いた。それはもう私が漫才師だとお仕事のプロ根性から思われたんです。隠してるっていうのではなくて、周りの人が先ほども言われましたけど、聞いたらなんでって泣いてしまうような状況で話をしたくない、そういうすごい強い意志があったんですよね。それであえてこの時期にこの病名を詳しい状況を説明したいという強いご意志のもとで、私も今回同行させていただいたということです。いやー、そんなんがあったいやいや、もう本当に先生と二人でこのマネージャー入れて、で僕はもう自分のやりたいようにもう段取り組み立ってていいよって言って、うん、僕はもう結果報告でいいですということで、今大体段取りを始めてしまいました、はい、これからのビジョンはそうしましたら、この後質疑応答の時間にしたいと思います。